今日は美容でバケハとマスクですっぴんを外界から死守、早く着きすぎちゃったからスタバカって休憩。まずは松葉、いつもお世話になってるところ。次はネイルに向かうよ。表参道から原宿に移動。着いた。いつもお願いしてるお姉さんに、内装めっちゃ可愛いよ。終わったらもう夜だった。フラッシュネイルやってみた。爪が光るらしいけどよくわかんなかった。ワクワクして楽しい一日だったよ。